はい、どうも皆様こんにちは。岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。今日は2月の5日土曜日でございます。私昨日金曜日に上げた動画なんですけども、まあテレビやニュース、それからメディアなどでは、まあ、絶対に報道されていないであろう、まあ、農家の今起こっていること、農業のね今起こっていること、この現状と、それからこれからね起こるべきこと、起こるんじゃないかなって思うことということでね、動画の方をね出させていただきました。まあ初動から皆様方の方の興味がねやっぱあった題材だったのかなって思う形で、非常にこうね動画の方見られてまして、皆様方にはね、まあ本当にね見ていただいた方にはこんなクソ長い動画なんですよ。30分過ぎた動画なんでございますけども、皆様方にね見ていただきまして本当にね感謝申し上げます。でまあ私ね今回なぜねこんな動画を撮ったのかと言いますと、まあ去年あたりからねこういった動画撮ってたんですよ。肥料が上がってるであったりだとか、米価が暴落しててみたいな形でね、私の動画でもねまあ1万回再生くらいいってる動画2本3本くらいあるんですけども、そういった形でねお伝えしてきた中で、まあおすすめに上がってきた動画でね、まあ私の YouTube お友達って言ったらあれですけども、勝手に私がお友達呼ばわりしてるだけなんですけども、ちょこっと自然農さんっていうねカービィさんがやっているチャンネル、まあこの方はもう3万何千人っている方に超大御所の YouTuber なんですけども、その方がねやっていた動画で、まあ、アスパラさんがお伝えした動画から、私もこう、自然の今こそやるべきなんじゃないかっていう形でね、出してた動画があります。で、まあ、元を辿っていきますと、そのアスパラ屋さんの動画に辿り着いたわけなんですよ。アスパラ屋人左衛門さんって、多分お読みするんだと思うんですけども、すごくね、ベテランの農家さんっていうか、まあ、大先輩のね、農家さんが出てね、お伝えしていた動画。私も全部拝見させて、拝聴させていただきましたけども、まあ、大体やっぱりね、皆様方考えていることを、やっぱり農家として考えていることを、どうなるんじゃないかなっていう風にね考えてることってやっぱり同じかなっていう風に思いましてね、アスパラ屋さんがやっぱり南の方でやられている形でございまして、私の方は北の方で、カービィさんね、ちょこっと自然農さんは名古屋かな、中部地方でやられていると、まあ北真ん中南みたいな形でねこんな形であるんですけども、まあやられているよという形で、各々の地域でねやっぱりねやってることとか気候とかいろいろと違うんですけども、農業としての現場見ると同じなのかなっていう風にね感じて、まあ私も今回ね、それであれば私もちょっとね、そういったことをね、発信していきたいなというふうにね、まあ、改めてね、発信してきた次第でございます。コメントとかでもね、本当にたくさん、寄せいただきまして、まあ私が見ている中でね、全部が全部やっぱちょっと、なかなか返信できないんで、全部見させてもらってます。本当に、ね、ありがとうございます。で、私のハートマークの方もね、押させていただいてますんで、必ず全部見てますんで、そこちょっとね、全部返信してると大変な、量になってしまいますんで、できることからね、やっていってますけども、ちょっとそこだけご了承いただきたいなというふうに思います。やっぱりね農家さんからいろいろこうやっぱ来てますね、コメント見てますとね、なのでやっぱり同じように考えられてる方本当に多いんだなっていうふうにね、思ってまして、一般消費者の方からねまだちょっとコメントの方にはね今のところまだ来てない状態なんですけども、よろしければね一般消費者の方からのメッセージっていうかコメントっていうかね、そういうのもいただけると本当にありがたいだというふうに思ってます。我々農家としましてはねやっぱりね今のこの現状感が見ると非常にこう営農がね厳しくなってきてるし、今後もまだまだこれから厳しくなっていくんじゃないかなというふうにね、捉えております。本当にねアスパラ屋さんが言ってましたけど、あと 2,3 年はこういう状況が、まだまだ続くんじゃないかなっていうふうに言われておりまして、まあ、じゃあどういう状況なんだいっていうふうに言われますとね、動画でもね詳しくお伝えしてるんでまた見てほしいんですけれども、やっぱりね資材がまず高騰しているっていう話なんですよ。これまあ去年もそうですけど、その前からねやっぱり年々こうやっぱり物価上昇とともに資材とかねそういったものの値段っていうのは上がるのは当然かなというふうにね、思っております。インフレって言われるものですよね。世界の情勢見ましてもやっぱりインフレっていうのはねやっぱり必ず起こってて、そうやって物価上昇とともにまあ国民の皆さんっていうか世界中の皆さんがそれで裕福になっていくっていうかね、給料も上がれば物の値段も上がりますよという形なんですけども、このね日本におきましては物の値段は上がるけれども給料は上がらないよという、そんな状態がもう20年以上続いているわけですよね。バブル崩壊してから不景気になってずっとそういう状況が続いているわけです。でまあやっぱり会社も倒産したりとか、なんとかショックとかね、リーマンショックですか、もあったりだとか、まあそういったこともねやっぱあって、でなかなかこうやっぱりね日本の皆さんの給料が上がらない、むしろ下がってるよというような形でございます。物価は上がっているにもかかわらず、まあ今でもね本当にニュースでずっとやってるじゃないですか。なんだ小麦が上がったとか、例えば、醤油が上がったとか、物の値段でやっぱりもう上がっていますよね。
で工業製品もそうです。あの車にしろ何にしろ、まあ一昔前、10年一昔、20年一昔で私が20歳くらい時とかと見比べますとね、全然物値段ってやっぱりね違ってくるじゃないですか。昔なんてね、車なんて200万とか、あのそういった、まあ高い車で300万とかね、そういう形ですよね。うん、今なんてね300万の車当たり前ですもんね。あのさもすれば本当にね、あのちょっとオプションつければ500万とかね、おいおいみたいな感じのね値段じゃないですか。まあ軽4だって一昔前なんてね100万円のものだったと思うんですよ。うん、まあ軽トラとか今でもそうなんじゃないかな。それでもやっぱり、ね、あの今普通に買おうと思うとやっぱり普通に200万とかオプションなんやらつけると250万ですよね。うん、まあその分ね、物の方も良くなってるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、そういった形でね、やっぱり物価が上昇し、我々の給料が上がらないという形ですよね。それね、農家も一緒でございます。資材が上がってね、あの例えばこのビニールパイプね、ビニールハウスのビニールパイプにしろ、それからそうです、このね、あの張っているシートにしろね、種にしろ、それからこれに使う、例えばそれ培土、肥料ね、いろんなものがねやっぱりね年々上がっております。うん、まあ畑ではね、やっぱ種植えればね、できるっていうもんじゃないんですよ。肥料をね、ちゃんと施して、それからちゃんとした温度で、ちゃんとした気候で管理してね、あの湿度を逃がしつつとか、いろいろこうやっていかないと、物ってできてこないわけなんですよね。なので、やっぱりね、かけるところはね、しっかりとかけていかなきゃならないっていう部分で言いますと、本当にあの物の値段ばっかりがね、上がってしまってっていう形。で、やっぱり栽培技術も良くなってきて、そうですね、まあビニールも良くなってきてますしね、こういった資材も良くなってきてまして、みんな農家がね、やっぱりね、ちゃんとしたものをたくさん作れる、安定的に作れて、食が豊かになってきてるっていうこの事実、ね、これは本当に事実です。なので、品種改良の技術、それから我々農家としてね、栽培する技術、これはね、もちろん向上している。ね、一昔前、二昔前よりね、やっぱり向上しているなというふうにはね、本当に感じます。で、やっぱりね、たくさんものがね、できてきているよという形であれば、もちろんね、やっぱりそういった形で、消費が落ちてる中、ね、米食べなくなってきた、野菜食べなくなってきたね、いろんなものがね、やっぱり、ね、人口も減少してるんで、やっぱりね、一昔前二昔前よりはね、やっぱりね、落ちてきてるわけですよ、消費もね。でもね、あのちゃんとしたものができてて、ちゃんとしたものがスーパーに並んでて溢れてきているっていうのは本当に確かに事実かなと思います。そういった形でやりますとね、やっぱりなかなかね、野菜の値段も上がんなくて、我々農家というのはね、あの野菜を売って、あの、なりわいとしているわけです。それでお金もらってね、野菜を提供してお金をもらっているわけでございますんで、野菜の値段がね、上がらなければ、まあ、営農というのもね、継続しづらくなってくるわけなんですよね。本当にね、なかなか頭の痛い問題、いろんなことがね、本当に複合的に混ざって、やっぱり今のこういう状況になってるんじゃないかなっていうふうにはね、思います。コメントでも本当にね、あの、生産者の方からたくさんいただきましたね。嬉しい反面、やっぱり不安にもなります。なのでみんながやっぱそうやって思っているっていうことは、あんまり良くない状況なんじゃないかなというふうにはね、思っております。じゃあどうやって改善していくんだいとすると、まあやっぱり乗り切るための体力、これはねしっかりと残しつつもやっていかなきゃね、じゃあどうするんだいっていう形になった時に、自分たちのブランドをしっかりと作ってやられていくっていうのももちろんそうです。私の地域であればね、やっぱり地域のブランドっていうか、私農協出荷メインでやってます。じゃないと、あの人たくさん雇って自分たちで販売していく、そういったルートをね、あの確保していかなきゃいけないっていう、また別に経費がねたくさんかかってきちゃいます。私が農協に出しているのはその経費とか考えるんであれば、まだね家族経営でやれているんであれば、農協に出した方が利益がまだ出る、儲かるっていう話で、私はね農協の方に出している形です。なので、まあできる方はね、そういった経費削減しつつも、自分たちでしっかりとブランドが売れて、自分が、ね、ブランドで売れて自分の顔で売れるっていうのはね、本当にね安心安全にもつながりますし、非常にこうやっぱりそれはそれですごくいいことだなというふうにはね、思います。そういう形で、まあ、一人一人がやっぱりね販売努力、そういうのもねやっぱりやっていかなきゃならないというのは確かでございますよね。ただそれもやっぱりね、物の値段っていうのは、あの供給とね、需要と供給でしか決まらないという形になってくれば、限度があるわけですよね。いくらその自分のブランドで売ってるとしても、例えばスーパーで安く売られてしまった時とかなりますと、同じような品質であるんであればね、やっぱそっちにね合わさずを得ないと言いますか、なかなかやっぱり値段的なもんで言えば難しい部分もねやっぱり出てくるいうふうには思います。なかなかやっぱりね、需要と供給だけで言えば、やっぱり供給方っていうのはね、もちろん本当にね今結構な問題になってきてるんで、これをどうやってね改善していくかっていうのはね大きなところでございます。私たち一農家として、小規模農家ですよね、あの中山間地であの農家やられてる人っていうのは、やっぱりそんなに大きくねやってるわけじゃないかなというふうには思いますね。
なのでね、そういったことでもやっぱりね、できることできないことの限度っていうのがやっぱり農家としてはありますんで、そこはやっぱりね、何としてでもやっぱり国の方が主導でやっぱりやっていかないと難しいんじゃないかなっていうのはね、本当にね感じております。まあ前回のね、動画で本当にねコメントいただきまして、でアスパラ屋さんですね、本当にねありがとうございます。コメントもいただきまして、北と南でねこうやって繋がれたっていうのはね、本当にこう YouTube やっててよかったなっていうふうにね思いますね。ねベテランの方からね、私アスパラって作ったことないんであれですけども、見ててもねやっぱりすげえなと思いますし、考えられてることって言いますか、参考になることばっかりだなと思ってて、こんな形でね動画作ってて、一緒にねこういう風にできるっていうのは本当にいいことだなという風に思いました。皆様方考えてることが一緒で、このままではいけない、じゃあどうしようかって言った時に、やっぱりね一人一人がやっぱりこう乗り越えていく、にはどうしたらいいかっていう部分ですよね。非常に難しい問題、かなと思います。で、まあ、補助金、まあ、補助金頼るっていうのはね、どうなんだっていうふうには思われるんですけれども、ある程度やっぱりね、しっかりとした下支えがないと、農業っていうのは、脆い部分の方が大きいかなっていうふうにはね、思うんで、そこはやっぱりね、注意していかなきゃいけないかなっていうふうに思っております。やっぱりね、肥料にしろ何にしろね、まあ私の地域の北杜市では農協もそうなんですけども、そういった形で多少のやっぱり支援っていうのはねしてくれてます。町単位で、市単位でねやってくれてるんで、こういったビニールハウスのね導入に関しましてもそうですし、資材のねそういった購入の補助であったりだとか、そういったこともねまとめて取ったりとかしてくれると、やっぱりね多少安くなったりとかもしますしね。まあ、大体どういうところの地域でもねやっぱり補助金っていうのはあると思いますんで、やっぱりそういうのもねうまく使っていかなきゃならないでしょうし、そのあたりでやってね次につなげていくっていうのは本当に大事なことかなというふうには思いますんで、まあ、私もね、そういったことで役場の方、農協の方という形でいろいろ聞きながらねやっていきたいなというふうにはね、思っております。私たちはやっぱりねこうやってやっているね販売努力っていうのももちろんね生産努力っていうのもしていきますけども、まあ、農協の皆さん方もねやっぱり人事だと思わずにね、どうぞね農やっぱり農家っての農協かなというふうに思いますんで、どうぞやっぱりね農家さんと一緒になってね考えてほしいなと思いますし、我々生産したものを本当にね販売してくれたらありがたいなというふうには思いますし、国にもっとなんか物を言ってくれるような自分たちの農家から言うっていうのもねやっぱりできないんで、こうやって発信してるんですけども、国レベルでなんとかねやっぱりそうやってやって補助金であったりだとかもそうなんですけども、苦しい農家が農家は大体苦しいよっていうのがねみんなのコメント見てればそうかなというふうに思いますんで、ここにねこう物申してくれるような、そんなね農協さんであったり市場関係者さんであったりだとか、まあ上の立場の人たちがねそうやって物を言ってほしいなというふうには思いますんでね、まあ他力本願って言われたらまあそこまでなんですけども、私もこうやって動画撮っててね発信しているんで、日本の食を支えている農家っていうのは儲けて いかなきゃダメなんじゃないかなというふうに思います。そうしないとね、国の食が守れない、ね、国の安全が守れない、ね、動画の中でも言いましたけども安全保障という点で鑑みるとね、やっぱり食っていうのは本当に国防と一緒なんじゃないかなというふうに思いますんでね、そのあたりをもっと真剣に考えていただきたいなというふうに思います。本当にねこれで農家さんがいなくなってしまったりだとか、肥料が入ってこなくて野菜が作れなくなったりでしまったりだとか、しまいますと先が見えないって言いますか、私たちはもうどうしようもないところまで来ちゃうんじゃないかなと。私たちはもう野菜作るしかできませんので、作らせていただければ本当にねいいものを作って皆様方の方にはね安全な野菜、米、ね、畜産物、ね、そういったものを作っていけるっていうねプロなんでね、私たちもね自負しておりますんでね、なんとか本当にね、私たち農家、農林水産業業者がね継続できるようなそんなね世の中に、なってほしいなというふうに思います。切に願いますね。まあ、前回の動画の続きって言いますか、後書きって言いますかね、そんな形でね動画撮ってきました。私の言いたいことっていうのはねこういうことかなというふうには思いますんで、皆様方の動画にね、コメントいただければ本当にね幸いですし、消費者の方からこういうふうに思ってるよ、こういうふうな形で私はね野菜、食べてるよだとか、そういった形で思いがあるんであればまたコメントいただきたいなと思います。なかなか全部が全部にねコメント返信するっていうのはちょっと なんかやっぱちょっと厳しいんですよ。できることはねやりますけども、しっかりとねコメントの方見させていただいてますんで、一つねコメントの方いただけると本当にね励みになりますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画以上になります。いつも皆様方本当にご視聴ありがとうございます。高評価、それから低評価ね、いいねボタン、本当にねリアクション励みになっております。こうやってね、農家として発信していけれるこの
あの喜びっていうのもねやっぱりありますし、一応ねあのたくさんの方にね見られるようなチャンネルにもね成長してきたかなと思いますんでね、恥ずかしくないような農業をしたいなと思いますし、農家でありたいなというふうに思っております。なので皆様方がね、思っていることがあれば動画のねコメントにいただいて、いただきたいなと思います。私が代弁してねこうやってあの発信することもね可能でございますしね、まあ自分でね発信するっていうのもねもちろん大切なことかなというふうに思いますんで、やられる方でどうぞね YouTube でね発信されるっていうのはね本当にねいいことなんじゃないかなというふうには思います。うん、またそういうところでね、あのいろんな方とね交流もできますんでね、交流も生まれますから、本当にねあの YouTube やっててよかったなって思いますね。本当にね、カービィさんとかねアスパラ屋さんとかね繋がれて本当にね楽しいな、他の農家さんとかもねそうなんですけども楽しいなっていう風にね、思っております。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴本当にありがとうございます。それではまた次の動画でバイバイ。したっけね。ご視聴ありがとうございました。